はい、今からお話をします。この話はですね、非常に簡単です。100回聞くと分かります。それと100回実践してみると分かります。たった100回聞いて分かって、たった100回実践すればできるようになるという、簡単な話をします。まず人は困らないんだ。例えば、競馬をする人がいる。博打をしない人がこう見てると、あんたがあんな競馬なんかやってたら困るよとかって言うんだけど、意外と困らないで一生なんか競馬かなんか楽しみながら生きてるようなおじいさんとか結構多いんです。それで中に困る人がいます。で、中に困る人ってのは何かって見てると、その困ってる時が学ぶ時なんです。子供に勉強しなさいとかって言うけれど、意外としない子が多いんだけど、大概は困らないんです。意外と、なんていうの、あんまりこう飛びの仕事やったり大工さんになったり、その必要な勉強だけで済んじゃってて、あんまり方程式とか英語とか使わないんです。で、本当に勉強しなくちゃいけない困った時が出てきた時が、その人が勉強する時なんです。だから、お金にだらしない人とかいるんだけど、だらしなくしてる時は別に困ってないんです。それでお金に困る時が出てくるんです。で、お金に困った時、人は落ちぶれた時、金の尊さを知るんです。お金って尊いものだよな。でもそれの前って意外と、俺はお金より友情を大切にするんだとかって言うけど友情は大切なものだけど、いちいちお金と比較するべきものじゃなくて、じゃあお金があったら友情ってできないんですかっていうと、そんなことはないんだよね。そうすると、友情も大切だけど、お金って尊いね。で、尊いお金を得る方法はやっぱし尊い働きによって得るもんだとかって、人間ってこう学ぶものなんです。じゃあやっぱり困るじゃないかって言うけど、そうじゃないんです。人が学ぶことって困ることなんですかってことなの。で、人がいいことを聞いていいことを学ぶ。で、学ぶことって別に困ることでもないんです。だから人は困ってるんじゃなくて学んでるんです。だから一本の木で例えると、日照りが続く。そうすると根のそばにある水分は全部吸っちゃったんです。そうすると全部吸っちゃったその水分でもう足んなくなると、一生懸命一生懸命根を張るんです。それで1センチでも1ミリでも根を伸ばすと、そこの先から水分が吸えるんです。そこもなくなっちゃうと、またっていう風にして根を伸ばす。で、根をしっかり伸びてるから、嵐が来ても何しても倒れないんです。ところが景気がいいとか、雨がベタ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 降ってても、そこの周りからだけでもこう水分吸っちゃってると、上は立派な木になって枝も栄えて葉も茂るけど、根っこがちょっとしかついてないから、嵐が来たりなくとパタ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 倒れちゃう。だからこの前のバブルの時にできた会社が、なんでこんなに簡単に倒れちゃうのっていうと、苦しさの中に根を張るということをしなかったからなんだよね。だから、苦しんでるんじゃなくて、その人は学んでるんだ。それから、よくいろんなことがあって、こういうのが辛い、ああいうのが辛いって言うけれど、本当に差して辛くないんです。よく家庭内暴力とかってあるんです。で、よく、いや、うちの子はもう喘息だったからとか、ああだとかこうだとかって言うけど、暴力振られても、みんなが思ってるほど辛くないんです。本当に辛かったら出てっちゃうだけなんです。だから、この子がアトピーだったからとか、この子は喘息だったからとか、ね、この子は小さい時のお父さんに死なれてかわいそうだからとかって言って、その程度の自分を慰めて殴られていられるような人ってのは、そんなに殴られることが大して嫌じゃないんです。で、人っていろんな人がいますから、自分と一緒にしちゃダメですよ。で、本当はその本当に嫌になった時出てっちゃうんです。で、置いてかれた時、子供たちも親のこと引っ張られてたけど、親に産んでもらって親にご飯食わして、そういう人を殴ってたら、親がいなくなった時、自分一人じゃ
殴る相手もいないし、ご飯食わしてくれる相手もいないんです。じゃあ腹立つからって、隣の親父とか隣の奥さん殴ったら逮捕されるんです。でそんなことが分かり合える、本当に苦しくなった時人は分かり合えるんです。だからまだそんなに苦しんでないから勉強の時が来てないんです。だから人が勉強するっていうことは悪いことじゃないんです。だお金の尊さが分からないで死んじゃった人がいるってこと、人は10万回生まれ変わるんです。2、3回そんなことしたからっていいんです。でその人は、ああ今学んでる人だなと思えばいいんです。で心ってあるじゃない、心の修行なんだよね。で心の修行って何ですか、お客さん来ないんですよ。お客さん来なかったら今まで来てた人にお手紙出す。ここのとこ、あのこの前買ってていただいたの、いかがですか、調子いかがですかとか相手に聞く。でそれを心を配るというの。だから心は配るものなね。で、あっちこっちに心を配ってあげる。それから、あ、今日は島だから、島だからガラスでも磨こう。でいい種まくの。ガラス磨くとか電話かけるとか、お客さんにご機嫌伺いのいかがですかとかっていうはがき出す、ダイレクトメール出す。今日は島だからそういうことができるってことは、いいことをしてるんだよね。で、いいことしてるってことは、いい種を世間にまいてるの。心を配るってのは、いい種まくの。で、悪いことすれば悪いのがまくよ。だけど、いい種をこう一生懸命こうやってまいてたら、それが実ってきてみんな帰ってくるの。で、一番いけないことが、それは、お客さん来ないわねって、その暇な時間、心を、揉む人がいるの。で、いい種でもその種を持って手でこうやって揉むと種はみんな崩れるの。で、崩れたらもう芽が出ないの。だから心は揉んじゃダメだよって。気を揉むより心を配るようにすればいいんだ。で、こんなことも一つの勉強なの。で、そうやって勉強して勉強していくのね。だからよく転ばぬ先の杖だよって言って、これ学びなさい、あれ学びなさいって言うけど、子供たちは全然学ぶ気がしないの。なぜかって言うと困ってないから。で、自然界って困る前に学ばせようというのが、あなたの親のね、親とか周りの人のことなの。でも、本当は、天の御親って言って、天にはものすごい偉い神様がいて、嘘か本当か知らないよ。私も知らないし、みんなも永久にわかんないと思う。ただ、本当は困ってから学んでも十分なの。だって何に人が困るかわからないの。人って個性がもう全然違うの。だから困ってるという捉え方はしちゃいけないんだ。困ってるんじゃなくて、あ、学ぶ時期が来て今学んでるんだ。ね。それで心を揉んで揉んで、揉めば揉むほど悪いことが起きるの。で、そのことも今学んでるの。で、やがて落ち着いたとき、やっぱしいいことしていい種まくしかないんだ。いい種をまく。いい心になっていい種まく。で、いい種まけば、いい結果が出て、いい種が、ね、一粒の米から万の米ができるように、いいことがいっぱい起きるんだ。っていうことをみんなが学ぶんだ、ね、だから、そのことを気をもんじゃいけないよ。それともう一つ、人間関係でもう一つだけ、これは覚えといた方がいいんだけど、これも100回聞けばわかる。で、100回だけ実践すればできるようになる。で、何ですかって言うと、今までみんなが思ってること正反対のこと言うからね。いいかい、体の具合の悪い人、人生うまくいかない人、もしかしたら人の機嫌を取ってませんか。相手は相手の都合で機嫌が悪かったりしてるんだよね。今現在も台風6号とかってものすごいのが来てるけど、その台風は
所詮一過性のものなの。台風で地球が飛ばされたとか太陽が飛ばされたとかって絶対ないの。たかだか1日か2日なんかの都合でああなってんの。それよりもそんなことに心を惑わされないの。だから今はやれ不況なんだとかなんだ、それでも自分の機嫌を取るので、自分がいつもニコニコ明るくしてるので、そういう人が人を救うの。いいですか、機嫌が悪いで私は機嫌がいい、悪い方に私を合わしちゃいけないんです。だって悪ってのは悪なんです。いいですか、私が機嫌が良くて、いくら隣が機嫌が悪くても永遠と機嫌が良くしてると必ず機嫌の悪い方が機嫌の良い方に合わせるんです。機嫌が悪いなったら一過性なんです。ところがその機嫌の悪い方に合わせると台風に合わしたら飛ばされますよ。で自分が苦しむの、それより相手の都合なの。病気の人がいた、病気の奥さんがいた、病気だから心配してるよ、お前がいなくなったら困るよ、だからといって病気と人と同じように自分も暗くなり苦しんではいけないんです。お前病気でも心配ないよって、俺は明るく頑張るからなって、何があっても自分の明るささえ自分の機嫌を取るの。お前が心配でしょから、お前が寝込まれたら俺の食事どうなっちゃうのとか気を揉んでる人がいるの。それより気を配ってあげればいいの。寝てな、俺のものは俺が作るから。それで機嫌を損ねないの、自分の機嫌を取るので、自分の機嫌を取ればいつもその人って機嫌のいい人なので、機嫌のいい人のそばにいる人は機嫌が良くなっちゃうので、これの根がしっかり、機嫌がいいという根をしっかり張ってないと、ちょっと機嫌が悪い人が相手に合わせてどうしたの、ああしたの、機嫌取ってるの、そのうち機嫌取ってる自分まで機嫌が悪くなってくる。でそれを繰り返してるの。だからお互いに自分の機嫌を取るの。嫌な気分になりそうになった時自分の機嫌を取るのね。それでうまくいってない人、人間関係がどうもうまくいってない人っていうのは自分の機嫌が取れない人なので、中には人の機嫌も取れない人もいるんだよ。だけど自分の機嫌だけ取りな。だからお天気屋さんで気分のいいとき、気分の悪いとき、もう如実に顔に表す人が、それが迷惑かけてるの。で、そういう人がいても、絶対、嫌な人ね、とか、ね、惹かれちゃうわ、ああいう人に会うと気分悪くなっちゃう。機嫌を取りな。そう、向こうは向こうの勝手で、ご都合で気分悪いの。こっちはこっちの都合で気分がいいの。どんなことがあっても、自分をハッピーだね、とか、ついてるね、とか。言ってるの。それをあの人こう困ってんのよ、あの人こうなのよ、そうじゃない、あの人は学んでるんだね、もう少し学べばいいんだ、で悩んでたから解決してあげたら違う、悩み方が少ないから解決しないんだ、もっと悩んでもっと我慢できないところまで行ったら人は必ず学び出すんだ、学びが半端だから苦しんでるんだ。でなぜ苦しんでるかというと、傍から見てるほど苦しくないからなんだ。私だったら我慢できない、あなたじゃないんだね。だからその人にとってまだ学びがこれからの人っているの。それを上機嫌で見守ってあげるの、ハッピーの気持ちで見守ってあげるので、この話が愛情なの、わかるかい。お金ってお金を持ちになった、お金持ちじゃなくて洋服買ったら洋服代ね、八百屋さん行ったら野菜代、でもお金にそんなこと書いてありますか。お金にこれはシャネルのバッグのお金ですよとか書いてないよね。お金は一つのお金なんだよ。だからお金持ちになっちゃうといろんなものを買えるよ、買った後から何代ってつくんだよ、わかるかい。ってことはお金持ちになってればあっちにもこっちにもお金が払えるんだよ。それと同じように心に愛情というものがいっぱいあれば、この人にも愛情が出せる、この人にも愛情が出せるね。いろんな人に愛がある、いつも人様に笑顔でいられるんだよ。それは上機嫌が溜まってるんだよ。
自分の機嫌を良くしなさいっていうのが、自分の中に上機嫌がいつも溜まってるから、あの人にもこの人にもこの人にもこの人にも上機嫌でいられるんだよ。それがこの人にだけはいい顔、こっちにはブスッとっていうのはないんだよ。ないから出せないんだよ。で、なぜないんですかっていうと、人の機嫌ばっかし取ってて自分の機嫌を取らないからなんだよ。自分のしっかり自分の機嫌を取るの。そしたら自分の機嫌が良くてここに溜まってるんだよ。それが溢れ出るの。それが笑顔なんだよ。ね。だからついてるって言葉何ですかっていうと、自分の機嫌を取る言葉なんだよ。自分の機嫌が落ち込みそうになった時、ついてるついてるって言っただけで機嫌が良くなってくるんだよ。ハッピーだねっていう言葉は何ですか。自分の機嫌を取ってるんだよ。それで周りの波、風、嵐、日照り、そんなものに吹き飛ばされない不滅の魂、不滅の光なんだよ。それを心の中に持つんだよ。で、それの燃料がいるんだよ。ろうそくだろうが油だろうが燃し続けるための燃料がいるの。で、心の燃料がついてるついてるっていう言葉なの。長くなっちゃったけど、この話は、100回聞けばわかります。それで100回実行した。